はい、こんにちは、サンディです。では今日は、まあ、レビューも兼ねた、商品紹介をしていきたいと思います。ここ最近すごく、お気に入りだったりとか気になったりで、買ってみた商品を紹介したいと思います。では始めましょう。まずは、2,3 日前ぐらいに買ったのかな、このダイソーで出たこの春姫シリーズの、ブラシ、歌舞伎フェイスブラシになります。でこれもね、どっちかっていうとファンデーションを塗るときに使いたいなと思って、ちょうど今もうファンデーションが、朝の9時ぐらいにつけて、で今もうすぐ午後の4時になります。でだんだん油も浮いてきたので、こちらのセザンヌのパウダーを使ってお直しにも使えるっていうのをおすすめしたくてこのビデオを作りました。でこのねセザンヌは多分結構みんな今注目してて、結構レビューしてる方が多いと思うんですけど、あえて私は、最初からつけるんではなくてお直し用に使いたいなと思って、今回はお直しビデオをしたいと思います。でなんであえてそのセザンヌのパウダーをねお直しに使うかっていうのは、私は結構、ルースパウダーに関してはチャコットのものだったりとか、あとはこの、高原堂のものを使ったりするんですけど、結構大きいんですよね。こうして見てもらえば分かるんですけど結構大きいんですよ。それに比べるとセザンヌも結構ちっちゃくて厚さもこんな感じになります。なんでお出かけするときにすごい便利だなと思って、あとは、ちょっと感じたのはこっちの方がやっぱり厚めに塗る感じっていうかお直しになる、なんかパーティーとかそういう時はこれがいいかもしれないけど、普段だったりとかちょっとなんかちょっとしたお出かけとか、そんなに今日は分厚い厚い化粧とかにしたくない時に、お直しするのにすごい使えるなと思いました。なので、今回はこれを使ってお直ししていきます。はい、そんな感じで、お直ししました。で私はねこれは、やっぱりね私がすごい気になるのは油と赤みと毛穴がすごい目立つんですよ、ここら辺って。でだけどそれをね薄いけどなんかすごい、細かい感じのパウダーだけど、だからこそなんかすごいちゃんとカバーしてくれるんじゃないかなと思います。で、これはね付属のパフもついてくるんですけど、どっちかっていうとこういうこっちのパフが好きで、これはチャコットのなんですけど、ね大きさはねギリギリ入るぐらいなんですけど、こうこれくらいね。でなんでこれ使うかっていうと、もうちょっとなんかふわふわしてて、なんかこのなんだろう作りがすごいなんか優しいんですよね。なんでこれを使います。これ出かけるときはこれです。でまあお家にいるときはこの歌舞伎を使おうかなと思います。でまあなんでかっていうとね、まあお出かけ先にねこれをポーチの中に入れたくはない。
っていうのがあるんで、まあお出かけの時はこれを中に入れて、まあこんな感じで持っていこうかなと思っています。電車すいません、ここね、よくねっていうか、まあすぐそこに駅があるので電車が通っちゃうんですけども、すいません。まあそんな感じで今日のまあレビューといいますか、お直しビデオ終わります。見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。